皆さんどうもこんにちは、ジャンダルムです。初心者の時ってそもそも何をどう練習するべきなのか全然わからないですよね。各言う自分も最初何もわからなかったので、とりあえずネットだったりとか楽器やってる先輩から初心者におすすめの曲を教えていただいて、その曲をコピーして永遠にその原曲を流しながら弾きまくっていました。しかしそれだけでは上手くはなっていきません。いや、厳密には上手くはなっていくんですけど、その曲を弾くのが上手くなっていくっていう感じなんですよね。もちろん曲をコピーして弾くのはマジで重要です。最初はそれだけでいいとさえ自分は思っています。ただそのコピーした曲を使ってどう練習するのか、そうです、曲をコピーした後にそのコピーしたベースラインを使ってどんな練習をしていくのか、ここが曲の練習になるのかベースの練習になるのかの分かれ目になってきます。そこで今回は皆さんにジャンダルムが初心者の頃にやっていたコピーしたベースラインを使った練習方法をご紹介していきたいと思います。最初にお伝えしておきますが、とっても地味です。多分楽しくはないと思いますし、上手くなってるなと効果を実感できるのは結構先のことになります。ですがちょっと変えるだけで、考えるだけで本当の意味でベースの練習ができるようになりますので、皆さんぜひ試してみてください。それでは早速ジャンダルムが初心者の時にやっていたコピーした曲を使った練習方法をお伝えしていきたいと思います。ジャンダルムが初心者の時にやっていた練習方法、1つ目、メトロノームに合わせてコピーした曲を弾く。おそらく大抵の初心者の方たちがコピーしたベースラインを原曲を流してそれに合わせて弾いて練習していると思います。それもやっちゃいけないわけではありません。曲を覚える段階の時にはそうしますしね。ですがよりベースの上達にフォーカスするのであれば、メトロノームに合わせて練習した方がいいですね。原曲に合わせて弾くとドラム、ギター、キーボード、ボーカルなどいろんな音が鳴っていますよね。そうするとリズムの情報量が多くって、リズムが合っていないのに合っているように聞こえるんですよ。あとはそもそも曲のスピードに指が追いついていないのに、それに気づくことなくずっと同じことを繰り返していって、同じことを繰り返しているがゆえにいつまでも自分の限界スピードが上がっていかないとか、こんな感じで自分のベースプレイの未熟さに気づけないままになりやすいんですね。それを回避するために曲ではなくメトロノームに合わせて弾くんです。メトロノームだけだともうピッ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 しかならないので、リズムの情報量が極端に少なくなります。なのでずれていたらもう誰が聴いてもずれているってわかるんですよ。なのでコピーした曲をしっかりリズムキープしながら弾けているのか、ちょっと動くようなベースラインを弾いた時に指がそのスピードに追いつけているのか、それが確実に判断できるんですね。なので曲をコピーしてしっかり覚えた後は原曲を流して弾くんではなくて、メトロノームに合わせて弾いてみてください。これをやるのとやらないのとではベーシストとしての基礎力といいますか、基本的な能力に大きな差が出てきますね。ジャンダルムが初心者の時にやっていた練習方法2つ目、ゆっくり弾いてから徐々にテンポを上げていく。いや、もうそんな当たり前だろうと思われた方いらっしゃるかもしれませんが、これがですね、突き詰めてしっかりやろうとすると奥が深いんですね。ただゆっくり弾くのではありません。ゆっくりと完璧に弾くんです。これ完璧をどう定義するのかは人それぞれなのでちょっと難しいんですけど、自分は意図しないところで音が途中で途切れることなくミストーンなしでリズムにビタビタに合った状態、これを完璧として弾いていました。例えば左手の大きなポジション移動があった場合、そのポジション移動している間で音が一瞬でも途切れたらそれはミスですね。これがテンポが速ければ速いほどポジション移動を超高速でやらないといけないのでミスりやすくなります。あとは細かく動くようなベースラインを弾くときも、当たり前ですけどテンポが速ければ速いほど難しくなるのでミスりやすくなります。こんな感じで原曲に合わせて弾いていると、もしかしたら今の実力では到底弾くことができないテンポスピードで弾き続けることになるので、あんまり有効的な練習にならない場合があるんですね。あれです、ポケモンの経験値とかと同じです。レベル30の時にレベル35のポケモンに勝つと経験値いっぱいもらえるじゃないですか。でもレベル30の時にレベル60のポケモンって、普通にやっても勝てないですよね。気合のタスキ使うとかガムシャラ使うとかそういう話はなしにしといてください。そんな感じでギリギリいけるんじゃねっていうテンポに挑戦するのが一番いい練習になるんですね。なのでしっかりと自分がギリ弾けそうなテンポまで落として、そこでしっかりと完璧に弾けるようになってから徐々にテンポを上げていくような練習をやっていきましょう。おすすめは10ずつ上げる方法です。ジャンダルムが初心者の時にやっていた練習方法3つ目、もっと楽に弾ける方法がないか試行錯誤する。これは端的に申しますと運指を考えるということです。例えば4弦7フレット、3弦5フレット、3弦7フレット、2弦4フレットみたいなフレーズを弾くときに、最初の4弦7フレットを人差し指で押さえてしまったら次の3弦5フレットに伸ばす指がもうないですよね。ではどうするのか、この後弾くであろうベースフレーズをどこかで区切ってひとまとめにして、そのひとまとめが全部左手のポジション移動なしで弾ける運指を考えるんです。今回の例ですと4弦7フレットを小指スタートで弾くと左手のポジション移動なしで弾き切ることができます。
これは前後のフレーズの流れの中で弾くとどうしても力技で弾かないといけない部分は出てくるんですけど、基本的にはこの考え方でより楽に弾けるんじゃないかと試行錯誤していくのがとても重要です。最初のうちはこうやって試行錯誤して悩む時間が出てくるんですけど、何度も何度も繰り返しやっていくとやがて無意識に反射でこれができるようになります。試行錯誤によって試行時間が短くなっていくんですね。そうなるまでは結構長い時間がかかるんですけど、長い時間がかかると分かっているのであれば早めに取り組んでしまった方がいいですね。完成するタイミングが前倒しになるので。はい、今回はジャンダルムが初心者の時にやっていたコピーした曲を使った練習方法を紹介していきました。どれも特別なことはやっていないので、皆さんが今日から実践できることばかりです。ベースビレッジの一緒に練習する動画で BPM90 のゆっくりバージョンと BPM110 のバージョンを投稿しているのもこういった経験があるからですね。もちろん原曲を流しながらそれに合わせて弾くのも楽しみながら練習できるのでいいと思います。なのでたまにでもいいので、今回ご紹介した1つ目、メトロノームに合わせてコピーした曲を弾く、2つ目、ゆっくり弾いてから徐々にテンポを上げていく、3つ目、もっと楽に弾ける方法がないか試行錯誤する、これをちょいちょい挟みながら練習してみてください。自分も含めて出音の粗さだったりリズムの甘さが再確認できるいい練習なので、無知の知みたいな感じでできていないことを理解するのが成長の第一歩ですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。初心者向けの練習フレーズを集めた始まりの章、中上級者向けのダンジョンマップ、100以上の解説と試練であるフレーズを攻略してベースレベルを上げていきましょう。ジャンダルムのベースビレッジ。